第4代、バークリー伯爵オーガスタス・バークリーは、グレートブリテン王国の軍人、政治家、イングランド貴族、ホイック等所属。第3代、バークリー伯爵ジェームズ・バークリーとルイーサ・レノックスの息子として、1716年2月18日に生まれた。百三十四年にエンサインとして、この F 表を第一連隊に入隊、百三十七年に、 この F 票、第二連帯副隊長に展示、1745年ジャコバイト法規では政府側として不評一個連帯を指揮した。1736年8月17日に父が死去するとバークリー伯爵を継承した。翌1737年から1755年に死去するまでグロスタシャー党官を務め、1739年6月9日に、 失する勲章を授与された。1737年4月19日から1755年1月9日までグロスタシャー海軍時間を務めた。1739年にステコ養育員が創設された時、理事の一人を務めた。1755年1月9日に死去17日にバークリーで埋葬された。息子、フレデリック・オーガスタスが爵位を継承した。 バークリー伯爵夫人、エリザベスの肖像画、ジョシュア・レノルズが、1759年、1760年、1744年5月7日、エリザベス・ドラックスと、結婚、2何二女を設けた。ありがとうございます。